ジャフナ大学は、スリランカ北部州の都市、ジャフナにある、公立大学。1974年に、スリランカ大学、ジャフナ校として創設され、5年後の1979年に、独立した。ジャフナのメインキャンパスの他に、バブニアにサブキャンパスを設置し、キリノッチ郊外にも付属施設を保有している、従学部を設置する総合大学である。2016年における、 学生数は7972人、職員数は1342人で、学生数においてはスリランカで7番目の規模である。1516年度の学部入学生は3009人。また、2016年における予算は22億スリランカルピー、保有資産は12億スリランカルピー、収入の35億スリランカルピーのうち98%に、 当たる34億スリランカルピーが、スリランカ政府からの助成金である。1974年7月15日、教育大臣兼スリランカ大学副学長のバディ、マームットが6番目のキャンパスを、ジャフナに設置することを発表、ビドヤランカキャンパスタミルヒンドゥー研究学部学部長の、ケイカイラサパシーが、初大学長に任命された。新キャンパスは、同年八月一日に、 ジャフナ市街地から4キロメートル北へ進んだ郊外のティルネルベイリに設置された。当初、文学部、法学部、理学部の産学部と体育局のみで開始し、そのうち文学部と理学部のみが1974年10月に規制を受け入れた。また、文学部と大学事務局がティルネルベイリキャンパスに拠点を置いていた。一方、理学部は、 同年8月13日に国立化された中等教育学校ジャフナカレッジの高等教育部門として設置された。文学部は翌年人文学部に改組された。また、ラマナタン芸術学院が同年12月1日に国立化された中等教育学校ラマナタンカレッジに設置された。その後1978年6月には、 医学部がティルネルベイリーに移転し、ジャフナカレッジの敷地は、元の所有者に返還された。また、同年8月7日には、カイタディにある、アーユルベーダ病院を拠点として医学部が設置された。1978年に交付された、大学法第16号によって、スリランカ大学は分割され、コロンボ大学、ペラデニア大学、スリジャヤワルダナプラ大学、ケラニア大学、 モラクワ大学とともに、ジャフナ大学が創設された。1981年には、医学部がティルネルベイリーに移転した。さらに学生センターと人文学部棟の建設も始まったが、スリランカ内戦の開始に伴って中止された。1984年には、伝統医療研究所の知った医学部門が、コロンボ大学から移転。2年後には、大学図書館が開設された。 インド平和維持軍と武装組織タミル・イーラム解放のトラとの戦闘が激化した結果、1987年後半にジャフナ大学は甚大な被害を受けた。校舎や施設が破壊され、数多くの教職員、学生が内戦に巻き込まれて犠牲になった。さらに、ジャフナ半島全域が、 LTTE の支配下にあった1980年代後半から1990年代前半までの期間、ジャフナ大学は数多くの空爆、経済封鎖に伴う物資の不足に苦しんだ。さらに、度重なる夜間外出禁止令によって研究もままならない状況が続いた結果、数多くの教職員が退職した。1985年、大学は ジャフナより南にある霧の地に農学部の設置認可を受け、翌年には新キャンパスの建設工事が開始した。しかし、内戦の影響により1987年には校舎の放棄を余儀なくされた。1989年には工学部の設置認可も受けたが、やはり内戦により延期された。その後、農学部は、 キリノッチにある地域農業研究開発センターと農業開発訓練センターの建物を借りて1990年12月に活動を開始した。1995年10月、スリランカ軍がジャフナ半島奪回作戦を発表した。そしてバリカマム地域の全住民に対して半島の他の地域、または万日区への対比例が出された。その結果、大学事務局は キリノッチにある農学部キャンパスへの移転を余儀なくされた。政府軍による脱海作戦は成功し、翌年には元のキャンパスに戻ることができた。しかし、作戦の影響により、ティルネルベイリキャンパス内の施設は甚大な被害を受けた。また、1996年には万日区で戦闘が激化し、その影響を受けて農学部は複数回の移転を余儀なくされた。 大学は農学部の移転を決め、1997年8月から農学部はジャフナで活動を再開した。1997年3月26日、バブニアにあった北部州立ユニバーシティカレッジを昇格させ、ジャフナ大学バブニアキャンパスとすることが発表された。んポックは1991年に設立され、数学、会計学、 財政学などのコースを提供していたため、バブニアキャンパスには、応用理学部と小学部が設置された。1999年には、人文学部から経営学、小学部が独立した。また同年には、大学院の設置も行われた。2009年に内戦が終結した後、キリノッチにおいて、新農学部村の建設が始まった。学部の教員たちは2013年の移転を、 望んでいた。2011年4月には大学側がキリノッチにある農学部の隣に工学部を設置することを認めた。2012年9月から学生の移動が始まる予定である。2016年にはテクノロジー学部が設置された。この学部は同年末から学生を受け入れる予定でキリノッチキャンパスの農学部、工学部の隣に設置される予定である。 歴史学科系インドラパーラ博士考古博物館は、ティルネルベイリーキャンパスの庭にある建物を利用した博物館で、ジャフナから出土したヒンドゥー教の彫刻などが展示されている。また、ジャフナにおける重要な遺跡を宗教を問わずに、パネルで紹介している。AB、チャプター6ファイナンス。スリランカ・ユニバーシティ・スタティスティックス2016コロンボ、スリランカ。 ユニバーシティグランツコミッション P1242017 年10月22日閲覧 AB チャプター6ファイナンススリランカユニバーシティスタティスティックス2016コロンボスリランカユニバーシティグランツコミッション P1322017 年10月22日閲覧チャプター5スタッフスリランカユニバーシティスタティスティックス2016コロンボ スリランカ、ユニバーシティグランツコミッション、P104、2017年10月22日閲覧。チャプター5スタッフ。スリランカ・ユニバーシティ・スタティスティックス2016。コロンボ、スリランカ、ユニバーシティグランツコミッション、P106、2017年10月22日閲覧。AB、チャプター1、ゼネラルインフォメーション。 スリランカ・ユニバーシティ・スタティスティックス二千十六コロンボスリランカユニバーシティ・グランツ・コミッション p 四二千十七年十月二十二日閲覧チャプター三スチューデント・インロールメントスリランカ・ユニバーシティ・スタティスティックス二千十六コロンボスリランカユニバーシティ・グランツ・コミッション p 六十四二千十七年十月二十二日閲覧,覧 AB チャプター3スチューデントインロールメントスリランカ・ユニバーシティ・スタティスティックス2016コロンボスリランカユニバーシティ・グランツ・コミッション p 69 2017年10月22日閲覧チャプター2ユニバーシティ・アドミッションズスリランカ・ユニバーシティ・スタティスティックス2016コロンボスリランカ ユニバーシティグランツコミッション P222017 年10月22日閲覧。チャプター6ファイナンス。スリランカユニバーシティスタティスティックス2016コロンボ、スリランカ、ユニバーシティグランツコミッション P1192017 年10月22日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN ヒストリー。j a f n スリランカ、ユニバーシティ・オブ・ジャフナ、2017年10月22日、閲覧。ABCDEF, History of the Faculty of a g r i j ジャフナ、スリランカ、Faculty of Agri, University of Jaffna, 2017年10月22日、閲覧。AB, Jaffna University Gets, A Technology Faculty. セイロントゥデイ http コロンスラッシュスラッシュ www.ceylontoday.lk スラッシュサムスラッシュ epaper-images スラッシュ 61824.jpg ハスリランカ北部、東北部における文化財保存と活用調査報告書文化遺産国際協力コンソーシアム 2021年1月21日閲覧。ありがとうございます。